こんばんは。ハートありがとう。疲れたこ結婚して可愛い。ありがとう。こんばんは。中村です。やっほー。お風呂入ってた。ドスッピンだね。ドスッピン。待ってたよ。ハートお花ありがとう。帽子も花束もありがとう。こんばんは。狼ありがとう。パジャマ着てる。じゃん。じゃーん。長袖長ズボンです。いいお花ありがとう。前髪切ったよ。なんかさ、結構パッツンめなんだよね。なんかこの毛がちょっと姫カットほどではないけど、前髪のラインたまらん。パッツン派ですか。いや、ありがとう。ジジイもお花もありがとう。黒髪パッツンのコスプレとかしたいですね。そんなアニメキャラの。まあアニメのコスプレはしないですけど。いいね、だるまかわいい。ありがとう。どんなキャラだ。なんか掛け狂いに出てくるジャバミユメコっていうキャラクターとか好きなんですけど、そういうキャラのコスプレしたいですね。でもね、アニメのキャラクターってみんなスタイルがいいんですよね。なんかわかりますか？みんなスタイルがよくってさ、なんかできないなって思いながらいつも見ますね。ありがとう。ね、思うよね。二次元、いや本当に二次元のスタイル良すぎて。みよちゃん最近見た私の幸せな結婚、もう黒髪パッツンだった。スタイルいいじゃんって。絶滅黒髪少女、いや本当に STU48 歌っていった方がいいですよね。絶滅黒髪少女、絶滅の今 STU は全員黒髪なんで、
でもな、ありがとうございます。染めたらダメか。うん。うん。インナーカラーは。学生時代染めてたか。え、染めてないな。学生時代も禁止だったな。なんか、髪の毛結構厳しかった。オレンジピンクに染め、そう、右がピンク、あ、右がピンク、左がオレンジで、なんかまるでもうその存在がペンライトみたいな。ありがとう。地がちょっとブラウン、確かに焦げ茶っぽい感じかもしれない。ここで今私の毛を見せておこうと思います。もうずっとこれだよね、髪の毛。そう、長さも変えないからね、あんまり。可愛いハート、ありがとう。みんな見飽きたかな。ありがとう。いや、見飽きるんじゃないかなって思う時ある。やっぱなんかこういう変化、外見の変化もそこまでない。覚えてもらいやすいかな。でもな、ロングいっぱいいるからな。かわいいも。まとめ髪と二つ、確かに印象。切りたい衝動、そう、もうちょっとなんか誰かが切ってくれたらいいと思います、寝てる間に。そしたら、あ、なんか起きたら切られてましたって言ったら、何も、あの自分はもう何も多分責められないので、起きたら切られてました。まとめ髪があんなに似合うとは思いませんでした。あのさ、私さ、多分髪の毛のなんかボリュームがすごくってさ、下ろしてると特にこうボハッってなるんですよ、髪みたいな。やけんやと思う、多分まとめ髪がすっきりするんだと思う。よく顔が見えます。
毛量多いのちょっとね。ハートありがとう、ダルママありがとう。あのさ、STU のさ、あの10枚目シングルがさ延期になりました。延期になりました。2週間、うん、11月15、知ってます？あ、公式で今日発表されてたんですけど、11月15日発売になりました。なぜに、なんか制作上のことで。です。あまり詳しくは、ちょっとわかんないです。そう、申し訳ないですね。2週間並ばんでます。ひょえ、うん、なんか分かったらこっそり教えて。分かった、こっそり教えるね。表題曲の歌詞が変わるってことないよね。これは多分ないと思います。ほぼ 100% もう披露もしてますし、ないと思います。今からここ歌詞変えようは、まあ、ちょっと絶対にありえないと思いますね。もうフルコーラス披露してます。そう、結婚してあの、どうもありがとうございます。他の歌詞は発売前と後で歌詞が変わったりするよ。そんなことあるんですか？チェキの配信日変わん、あ、変わりません。19日です。見てね。ありがとう、ありがとう。その間だけ毎日歌ってください。いいよ。なんだっけ、10枚目シングル、君は何を後悔するのか。君は何を後悔するのか、今来た道何度も振り向いて、思い悩み出した答え、なぜ今でも引っかかる、あの判断あれでよかったのか。誰もみんな人生後悔だらけ。歌詞が刺さりすぎていつも泣きます。なんかさ、なんか STU の歌詞はなんか共感みたいな、なんだろう、そういうのが結構テーマっていうかのが多い。うん、
メッセージ性、うん、なんか多いですよね。メッセージソング歌詞とか考えたりする？歌詞について考えますよ。っていうかなんか毎回息をする心、花は誰のもの、へたれたちを、独り言は違うんだけど、無謀な夢を覚めることがない、なんかこうシングル出すことにインタビューみたいな感じでこうポスターの撮影とかインタビューとか載せていただくことがよくあって、で結構そのシングルの時に選んでいただいたことがすごい多くて、その時にやっぱり曲のことをすごい聞かれることがめっちゃあって、もうだからマイシングル読み込みますね。すごい考えて考え考え、まあ、なんか代表で答えないといけないってなったりするとね、気合が、ありがとう。秋元さんからのメッセージ、なんかさあ来てたよ。メッセージっていうか、なんかこのシングルの曲もらった時は仮歌じゃなくてもうこの音源だったはずなんだけど、来た時は結構衝撃だったもん。なんか卒業シングルであんまり後悔っていう単語が入ってる、なんかなんて言うんですか、後悔だらけとかそういうのってなんか結構いいインパクトが強くて、うん、ね、でもなんかポジティブな感じのなんかメッセージが来てた。ありがとうね、らしい。らしいですけども大丈夫？なになに、大丈夫だよ、よいしょ。後悔なんてあるわけないとの対比、確かにね。何も後悔なんかあるわけないって、あれね、うん、ご飯ありがとう。リリーベ東京来るかな。いやマジでさ、リリーベの情報何も出てないよね。ねね、なんかあるよね、すっごい何にもなくって今のところ発表が、もう自分も待ってるんですけど、発表何も知らないんだよね。ねえ、どうなんだろう、どこであるとか全然知らないよ。そもそもリリーベあるの、え、知らないんだよ何も。
メンバーも何も知らないの。知らない知らない。タイミング、待ってますか。いやそうよね。え、そうよ。ミュージックビデオとかもね。なんかありがとう。まだ情報がね、まだ披露したぐらいですからね。だよ、タコ、お花、ありがとう。予定開けとこう。嘘。まだ決まってないのに。じゃあちょっと11月全部予定上げといてもらって、11月も全部行けるように。スタンバってもらっといてお願いします。欲張る。まいちゃんと会う予定ない。いやなんかさ、うちのお母さんも言ってたよそれ。なんか私は現場に飢えているみたいな。なんか10月は現場がなさすぎたみたいな。で、いつ、なんか私は何を楽しみに待ってればいいんだ。今すごい現場に飢えてるんだって言ってて。そう、お母さんと同じこと言ってる。楽しみがないみたいな。本当にありがとう。確かに10月ね、少ないよね。そうだよね。10月、まあ公演自体もあんまり多いわけじゃないんですけど。とりあえず幕張かな。え、ちょっと待って。お話会？お話会は来ないんじゃないかな。もうすぐ話し会だね。くへぇ。幕張。ね、めっちゃ久々よ、ほんとに。楽しみ。本当にありがとう。54分。ちょっと待って、私のタワーのお礼しようかな。まずはミッキーさん、ああじゃーん、赤ずきんかけました、ありがとうミッキー。ははミッキー、ありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがとう。はは。続きまして、アルモンドさん。ありがとうございます。
ありがとう。毎日職場のアクスタ眺めてます。いいじゃん、職場にアクスタ置いてあるの嬉しい。え、職場にグッズ置いてる人いないかな。ありがとうございます。アルフォートさん、ありがとう。何、職場の人には内緒にしてる人いっぱいいる？職場の人に布教してる人はいる？内緒なの？それとも布教してんの？まずいって言えない？内緒してんの？あ、内緒してる人多い？あ、でも布教してる人もいるって。隠してないけど言う機会もない。確かに確かに。言う機会なかなかないよね。そうだよね。やっぱじゃあグッズでアピールするしかないな、そういう時は。内緒派、バレたら休めない。ああ、あるよね。そうだよね、ライブ行くのに。そうだよね、休んだら、あ、ライブ行ったんだなって思われるからってこと？大変な世の中だね。なんかライブ休暇あればいいのにね。マイケル隠し事しないんだ。え？うーん、でも私ボイトレで STU って言ってないよ。隠し事してるわ。言ってないよ。言わずに通ってるよ。そんなこんなでお休みの時間。お休みだ。あ、男女呼ばないとね。山ちゃんさん、まさきさん、ポンタさん、きなぺこさん、くまねパパさん、ゆずきちさん、さかみちふしーさん、ミッキーさん、福太郎さん、マンモスビアさん、おっさんずさむさん、マカオロンさん、はやりんごさん、ありがとうございます。おやすみ、おやすみ、おやすみ。じいじい、ありがとう。わ、いっぱいギフトありがとう。お花。ふふふふ。いやいや、また明日だ。グッバイ。おやすみ。グッナイ。グッナイ。